よろしいでしょうか。それでは、定例の枝野代表記者会見を進めたいと思います。本日は司会進行代表の高木健太郎です。よろしくお願いします。冒頭発言はありません。そのまま質疑応答に入りたいと思います。社名、お名前を挙げてください。そして次の日程がございますので1時35分メドで、よろしくお願いいたします。あ、ごめんなさい、2時30分ですね。ごめんなさい。それではいかがでしょうか。はい、東京新聞の木屋と申します。参院選に向けた共通政策についてお伺いしたいと思います。先生、大体現時点で見合わせは考えられないというふうに述べていらっしゃいましたが、この現時点というのはどういう意味なんでしょうか。参院選は多少時間がある今の時点なのか、今回の参院選はそういったものを考えないという意味なんでしょうか。よろしくお願いします。はい、私は従来から申し上げております通り、一人区においては自民党との一騎打ち構造を作ることが望ましい。これはそれぞれ地域において政党が主体になるというよりも、それぞれの地域の市民の皆さんが主体となって、結果的に、自民党と戦う候補が一人に絞られればいいと。それに向けて立憲民主党としても最大限、協力できることは協力したいという立場です。それ以外の比例代表や複数区は各政党間で競い合うわけでありますので、それぞれの党が明確にそれぞれの党の主張を掲げるべきだというふうに思っています。参院選の関連で、参議院の方で、他党で一時公認とか発表されている中 で、まだ立憲民主党だと3列の比例代表の公認しか発表されていないと思うんですけれども、擁立について遅れているという認識を持ちながら、それとも、そうではないのか、昨年の考えです。党ができてまだ1年も経っておりません。都道府県単位の地方組織を作っていくということ、それからそれに先立って、参議院選挙に先立って行われる統一地方選挙に向けた、候補者の発掘擁立ということを同時進行で進めているということ、党を考えれば、もちろん候補者が早く決まった方が、それは長い時間、さまざまな準備活動ができるわけですから、望ましいのは間違いありませんが、過去の参議院選挙の例などを見てもですね、まだ決して遅れているという状況ではないというふうに思っています。もう一点ですけど、基本的に最低複数区ではすべての複数区に候補を立てるという方針なんでしょうか。はい、野党第一党として一人区はですね、自民党との一騎打ち構造を作っていくということに汗をかくという必要が責任があると思っていますが、逆に複数区では野党第一党としてしっかりと選択肢を示す責任があるというふうに思っていますので、複数区においては独自候補を擁立するという基本線で進めています。まずは宮島です。女性の婚姻は憲法を要する法律でできるというお考えというのは、その立憲主義の観点、いわゆる国民の権力ではなく国家の権力と違うという観点で認められるというふうにお考えになるのか、法律家としてその憲法改正をしないというお考えだとしたら、それはどういうことなのか。はい、憲法の規定に両性のと書いてあるというのは、いわゆる同性婚を排除する趣旨ではなくて、むしろ両性の合意にというところが法的な意味を持っているというのが、憲法学の世界でも通説だというふうに思っていますので、同性婚を排除する趣旨の規定ではないというふうにも思っています。フランテンの大井川と申します。杉田水脈議員の発言というか論考が問題になっています。読んだところ主要な論点は4つあると思うのですが、1つが一番問題になっている同性カップルは子供を産めないから生産性がないということと、もう1点が日本はヨーロッパやイスラム系の国と違って、もともと同性愛に対する差別的な意識っていうのは強くないということが2点目。3点目が例えば女子校とかの時に青春時代何か女性に憧れるとかっていうことがあると思うんですが、もし LGBT が OK だということになってしまったら、
本来、まあ、同性、愛にならなくてもいい人が同性愛になるんじゃないということが3点目、それで4点目が、ちょっと待ってください、結局多様性ということを認めていくと、じゃあ両親との結婚、あるいは兄弟との結婚、あるいはロボットとの結婚とかを認めることになるのではないかという、まあ、そういう4点をおっしゃってますが、枝野代表のご見解を伺えればと思います。まあ、そもそもが、まあ、2つ目の点は、まあ、歴史をどういう距離感で見るかということによって、まあ、いろんな評価はあるとしても、それ以外の点については全くそもそも論外であるという話であると、まあ、LGBT についての認識が決定的に不足をしているというふうに思いますし、それから人権、少数者の権利というものに対する理解が全く根本的に間違っているというふうに思いますし、それから例えば同性婚を認めるというのは、まさに今の社会において、同性カップルなどについて、社会的な異性間の婚姻に、と同様の社会的保護、法的保護を与える社会的必要性があるということに基づいているので、ロボットとの結婚などと全く次元は違うという話だというふうに思ってますので、まあ、細かいこれ以上の論評にも値しないような話だと思ってます。レポーターさん、よろしくお願いします。先ほどの同性婚を可能にする法整備の検討をしたということですけれども、国民的議論がないままに、解釈会見だけで同性婚を法制化することに対して、当事者から疑問の声も上がっていますけれども、それに対してどうかというと、あと LGBT 差別解消法案についてなんですけれども、LGBT に対する差別的発言、差別的表現、LGBT が素材との感じるもの、一切のものを規制するものだとしたら、表現の自由との両立が問題になると考えられますでしょうが、どうでしょうか。よろしくお願いします。まず前者によっては、前者については別に解釈会見ではありません。従来から同性婚を排除する趣旨の規定ではないというのが憲法学会における通説で、判例はなかったと思いますので、解釈会見ではありません、そもそもが。新たな解釈、つまり同性婚を排除するものであるのかどうかということについての解釈が新たに必要になった中で、排除しないという解釈が多数説であり、通説であるというにすぎません。後者についてはまさにその表現の自由と表現行為によって第三者の権利侵害をする場合にどういうふうにその折り合いをつけるのかというのは一般的にも常に問題になる話であって、 LGBT の差別解消の問題に特化された問題ではないということです。一般原則に基づいてやればいいということです。真ん中の方、3列、はい、読売新聞の佐藤です。少し話題変わるんですけども、国会、閉幕後も文科省を巡る正直なのがありますけれども、閉会中審査の必要性について妥協をどういうふうにお考えかという点と、具体的に何の委員会を求めているかという点をお願いします。すでに国対の方で申し入れはしているというふうに承知しています。具体的なことは国対に聞いてください。はい、参ります。国交通信の方でお願いします。憲法改正についてなんですが、安倍晋三首相が国会が事実上閉幕した20日にですね、記者会見で、憲法9条に自衛隊を明記する改憲決議を訴えまして、総裁選で大きな争点になると強調しました。通常国会でも自民党が改憲要項目の提示を急ごうとしたものが入っておりますが、その受け止めと、次期国会で立民が憲法審査会でどのような方針を望むか、何を優先するかについて、まあ、安倍さんのはいつもの発言だし、いつものコメントと変わりありません。いつも従来と変わりありません。はい、すみません、先ほどの、すみません、IWJ の谷口と申しますよ。先ほど、上がった、杉田水脈衆議院議員の LGBT 差別発言について、ちょっとお伺いします。先ほど枝野代表から人権に対する意識が欠落しているという批判がありましたけれども、自民党の二階幹事長からはですね、杉田議員の差別を容認するような発言も出ております。また自民党として何ら処分をしていないという状況を見ますとですね、杉田議員だけでなくて多くの自民党議員の中にその人権に対する意識の欠落というのが広がっているのではないかというような考え方もできると思うんですが、枝野代表のご意見をちょっとお伺いしたいというのが1点と、もう1点、杉田議員のようなその自己意識
を欠落している人物をですね、比例代表の公認候補とした自民党の、責任についてどのようにお考えか、お聞かせください。まあ、先ほどのその直前の質問とつなげて言えばですね、それこそそのこのような杉田水脈議員のような人を、あるいはこういう発言を認めるのかどうかこそ、自民党総裁選挙の最大の論点にならなきゃ私はおかしいんじゃないかと思いますし、ならないようなら自民党全体が同じような考え方をしているんだと受け止めるべきだと思っています。日経新聞の水戸と申します。関連してお伺いします。自民党は秋の国会で LGBT の理解増進法を提出する構えです。これは罰則を伴わないものです。で、民主党時代から2016年から LGBT の差別解消法というのを、検討されてきて、提出されてきました。で、これを、自民党が提出した場合に、立憲民主党としてどのように対応されるのかと、いうことと、オリンピックは迫っておりますので、何らかの法的な制度、行政府の前ですね、を検討されていらっしゃるのかどうかというのをお聞かせいただけますでしょうか。我々としては、我々が準備してきている法律がベストだという思いで準備をしているわけでありますが、もし対案を自民党がお出しになるならば、我々は対案についても真摯に受け止めて、議論をしたいと、労働法制のように対案が出ても無視するような自民党のような無責任な対応をするつもりはありません。ということです。東京新聞の安藤と申します。先の国会で成立した政治分野における男女共同参画推進法の関連で統一地方選とか参戦に向けて対応が検討されていたら教えていただきたいんですけども、はい、できるだけ女性の候補者をたくさん立てたいという努力をすでに進めています。とはいいながら、これ議員にふさわしいと我々が思う方で出ていただける方がいなければどうにもならないわけなので、そうした意味では今水面下で、特に女性で出ていただける方を、先行してお願いをしているという状況です。またいわゆる公募という言い方がいいのかどうか分かりませんが、積極的に意欲を持っている方、声を上げてくださいというような窓口を開く準備というか検討を進めています。それから我が党は財政的な形で候補者を応援できる力は正直言って弱いんですけれども、そうしたことの中で女性の候補者の方が戦いにくいという状況を踏まえた支援の検討も進めているところであります。はい、いかがでしょうか。はい、お願いします。先日の国会への代表の演説に、演説についての出版の本ですけれども、現在のアマゾンで今の時点での本全体で2位とかなりの好評を受けているようなんですけれども、これについて代表の説明と、このような本の出版ということについてのことでお感じになられているか。はい、まず率直に言って、議事録はインターネット含めて公開されるものでもありますので、にもかかわらずこういった本を出版したいという出版社があったこと、それからそれを購入したいという方がたくさんいらっしゃるということは、率直に言って驚いています。大変ありがたい驚きであります。おそらく、上西先生はじめとして、単なる議事録のお越しだけではなくて、立派な先生が解説をされるということと、書籍になった方が読みやすいということなどあるのかなというふうに思いますが、それにしてもただで読もうとは読めるものをお金を出して買っていただけるというのは大変ありがたいというふうに思っていますので、もちろんそんなことがなくても国会でああいう場で演説した以上は、そこで申し上げたことを前に進めるために努力をしていくわけですが、ますます責任が重いなというふうに思っています。はい、各国の山崎と申します。よろしくお願いします。西日本豪雨災害の関係で何点かお伺いしたいんですが、1点目は政府の初動対応の強化について、笠橋日程の問題なんかもありましたけれども、それ以外の部分での現在進行形の部署もありますが、政府の初動対応の強化どのように考えていらっしゃるかというのが1点。2点目が災害発生以降、自民党内で防災省の創設に関する言及が増えています。東日本大震災の、発生の際に、官房長官として事務指揮を取られた立場として、その必要性について現状をどのようにお考えでいらっしゃるかお考えください。はい。
まず1点目なんですが、抽象的な話としては、空白の66時間というのはやっぱりかなり決定的な問題だろうということで、私の本会議の不信任提案理由説明でも申し上げましたが、詳細な検証というのはまだ時期尚早ではないかと私は思います。行方不明の方の捜索が続いていたり、あるいは仮説などの目処も立っていらっしゃらない方がいるという状況ではですね、まだ初動の、現在進行形だというふうに思っていますので、もう半月から一月ぐらい経ったところから厳しく検証してまいりたいというふうに思っていますし、ぜひ秋臨時国会を早く開いていただいて、そこでこの初動についての検証をしっかり行いたいというふうに思っています。で、防災関連の新しい省庁を作るということについて、一般的な思いはわからないではないわけですけれども、ただしかしながら、どういう権限を持った、どういう組織を作ろうとしているのかということが、多分あまりはっきりしていません。例えば実際に、豪雨災害であれ、あるいは地震の時の災害であれ、例えば道路を復旧させるということについての実動部隊は国土交通省にあります。で、日常的に道路のメンテナンスをしている国土交通省が、その地方整備局が動かなければ、実際には機能しないし、それは河川管理についても同じようなことが言えるだろうというふうに思っています。したがって独立の官庁を作ったとしても、結局実動部隊はそうした国の出先機関、各省庁になると。ましてや最初の本当の初動は、やはり基礎自治体の役割というのは非常に大きいと。で、基礎自治体だけで対応できないときにどうするのかということの、事前の想定や準備が不十分だと。いうことは強化しなきゃなりませんが、それが新しい省庁が必要だとか、新しい省庁がないとできないのかというと、必ずしもそうではないんじゃないかと。なんか省庁を作れば物事が進むみたいな話で進むとすれば、逆にマイナスになると思いますので、どこの部分の足りないところを、どういう権限、権能、どういう組織体でやるのかというセットで議論をしなければ、本当にかえってマイナスになると心配をしています。今の、災害の防災の新しい省についてという、関連でですね、自民党の会見草案には緊急事態条項の、創設というのが入っているんですけれども、今回の2024豪雨 の被害をですね、でですね、そういったその緊急事態条項、会見に緊急事態条項を、また、話題に上ってくる、口実にもなるかと思うんですけれども、その点について、先ほど基礎自治体の初動は基礎自治体の動きが重要というお話もありましたけれども、その防災省、さらには、憲法における、緊急事態条項も必要性またはする必要がないのかというところを、与党代表の、ご見解を伺いたいと思います。少なくとも人権分野における緊急事態条項論外というのは従来から何度も繰り返し申し上げてきている通りです。沖縄の関連で2点お伺いします。先日沖縄県の小長知事が琵琶湖の埋め立て承認の撤回を表明しました。この知事の判断に対する代表の評価をお聞かせください。知事がその権限に基づいて権限を行使したことでありますので、国の方の立場からそのことの良し悪しを申し上げる立場ではないというふうに思っています。もう1点、秋の知事選に関して、昨日宜野湾市の佐喜真市長が、自民党県連からの出馬要請を受諾しました。現職の小長知事の方に対応を決まってないんですけれども、立憲民主党として秋の知事選にどのように関わっていくかお考えか聞かせてください。我々残念ながらまだ沖縄県では比例ではたくさんの票をいただきましたが、それから応援をしていただける方々たくさん出てきていただいていますが、地方組織も立ち上げることができていない状況ですので、基本的に積極的にコミットするできる状況ではないというふうに思っています。どういう候補者がどういう構造で立たれることになるのかと、そうしたことの中で我々として微力ではありますが、何らかのコミットができるのかどうかを見守りたいと思っています。日本大学の附属高校が3つの甲子園に出ると、これは快挙だと思うんですが、その一方でこの大学の理事は
学生に対して口裏を合わせなかったら、お前潰してやると脅し上げたということが、第三者委員会でも認定されました。この野党を、代表僕が言っておりますけども、日大という全体にですね、150億もの、いわゆる政府部分を取られていること、それからこの理事という、このトップに立つ、社長であるその理事長ですが、全くその説明責任を果たず、このわけにしていると。こうした問題についてですね、皆さんどうお考えになるか。はい、第三者委員会の報告が出たということで、それについては承知をしています。まずこれに基づいて、理事長が積極的に説明責任を果たされると、まずそのことが、私立大学とはいえ、ご指摘のとおり、私学助成金など、税金が多額に注い込まれているわけですから、社会的責任は大きいと、第三者委員会の、報告を踏まえれば、理事長がしっかりと、メディアの前で、記者会見をして、十分な時間を取って、記者の皆さんの質問に答えて、説明責任を果たすと、まずそれが最低限、入り口として必要なことだというふうに思っています。はい、よろしくお願いします。率直にお伺いしますけれども、公務13人の試験執行について、矢野さんの受け止めをよろしくお願いします。法に基づいて執行されたものだというふうに受け止めています。総合通信の方です。代表選についてお伺いします。今年の夏から秋にかけて自民党総裁選や国民民主党の代表選が終わりますが、立憲民主党はまだ代表選についてはありませんが、その現状の受け止めについて。はい、一応私の任期が再来年の9月までだというふうに思っておりますので、その間に何かあれば、両院議員総会等で、暫定的にか臨時に選ぶというところまでの規定ありますので、とは言いながらも早く決まっていた方がいいと思いますので、これ私当事者ですので、幹事長等のところで、できるだけ早く検討委員会を、国会が終わったので、そういったことに時間を使う状況が整ったと思いますので、検討委員会の立ち上げの準備を進めてもらおうというふうに思っています。関連なんですが、検討委員会 その立ち上げ目処とか指示の見通しなどありましたか。どこかで幹事長には早く立ち上げてと言おうと思ってますが、まさにその、国会開会中だと、少人数で全員がフル稼働している国会対応に状況なので、なかなかちょっとその先のことまでということで、後回しになってきてますが、逆に今、閉会されると、多くの若い仲間が多いものですから、特に夏の8月は夏祭りなど地元に帰っていること多いと、その辺の兼ね合いを踏まえて、幹事長のところで判断していただけると思っています。NHK です。統一選と参院選の対応でまた戻るんですけれども、今、旧民進党系の国会議員の方々が、地域政党の立ち上げをされていると思うんですけれども、先月、千葉に続いて、今月は三重でも、三重民主連合という形で設立されましたが、この統一選や参議院選挙に向けてですね、こういった地域政党の広がりというものをどうご覧になっているかということと、立憲民主党としても、草の根の民主主義の実現に向けた、各地での候補の擁立を目指されていると思うんですけれども、これへの影響というのは、ここについてもしてお聞かせいただけますか。われわれはわれわれで昨年決闘して、しかも地方重視というか、草の根を重視する政党として、できるだけ早く多くすべての地域で地域組織を立ち上げて、そしてあえて言えば国会議員の数を増やすよりも、まず地方議員の仲間を増やしたいと。有効方向で進めています。地域政党ができれば、バッティングする部分もあるかと思いますが、一方で、おおむね同じようなことを考えてらっしゃる皆さんだと思いますので、選挙でぶつかることはあっても、議会などでは連携できることもあると、プラスマイナス両面だというふうに、ニュートラルに受け止めています。はい、時事通信の平原です。国民民主党の玉木共同代表が、永田町の YouTuber として最近街頭に立つなどの活動を展開していますけれども、新しい党の党首として代表をどのようにご覧になっているんでしょうか。それぞれの党がそれぞれの形で自分たちの主張を多くの有権者に知ってもらおうと努力されているということだと思います。代表あるんですけれども、先ほど前田敦子さんと俳優の加藤諒さんが結婚したということが流れているんですけれども、在任時代に一緒に協力されたことがあったかと思ったんですが、受け止めをお願いします。
はい、おめでたいことだなというふうにお祝いを申し上げたいというふうに思いますし、また前田さんがデビューをした頃から見ていますので、テレビを通じて、こっちも年取るはずだよなというのが率直な感想です。これから議運なり何なりという場で、公式の場で、しかも少数会派の意見をまず重視して、議論を進めていくべきだというふうに思っています。我が党第二会派ですので、むしろより小さな会派のご意見、我が党も出しているし、もう一つの提案もあるそうですから、それを踏まえて、小さな会派から意見を出していただきながら、一致点を見出していくということだと思います。はい、お願いします。先ほど日銀の金融政策決定会合でですね、長期金利に一定の上昇を容認するなどの金融緩和の一部の修正が決まりました。金融緩和の長期化への懸念もあるわけですけれども、そうした動きをどういうふうに見ていらっしゃいますか。第一報は聞いておりますが、どういう客観情勢の分析に基づき、どういう効果が生じるということを想定したものであるのか、十分に説明を聞かないと、にわかにコメントできない話ではないのかなというふうに思っています。一般論として、行き過ぎた規制、金融緩和が進んでいるけれども、してしまった以上は、これが引き締めに回って、ているようなメッセージを発すれば、それは経済におかしな影響を与えることになるという非常に慎重な対応が求められている局面だと思っていますので、詳しい説明を聞いた上でコメントするべきだと思っています。イージス亜種の導入に関してなんですけれども、ここ数日間ちょっと話題になってますけれども、1期当たりの見積もり額がですね、当初の見通しよりも高額になっているということに関する批判が上がっていますけれども、これについてどうご覧になっているかということと、そもそも米朝首脳会談を踏まえてですね、朝鮮半島情勢に対する緊張感というものが少し緩和しているという、見方の中でですね、そもそも配備の必要性があるかという声も上がっていますけれども、これについてどうお考えをお伺いします。はい、まずその見積もりが全く大幅に上振れしているという状況があるとすれば、それはもう一回ゼロベースで見直さなければならない、やっぱり費用対効果で見るべきものですから、2倍にも3倍にもなっているというんだったら、それに見合う効果があるのかということなので、ゼロベースで見直すのは当然のことだというふうに思っていますし、そもそもイージス・アシェアが、どれぐらいの効果があるものなのかということについては、導入の話が出て以降、どん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 疑問の声は大きくなっているということですので、まずその観点からゼロベースで見直す必要があると思っています。朝鮮半島については、もちろん今、足元は緩和をしていますが、本当にこのままいい方向に進んでいくのかどうかは、予断を許しませんので、そのこととダイレクトに結びつける話じゃない。そもそも北朝鮮に対する備えとして、効果があるのっていうこと自体が問題なんだと思っています。はい、前朝新聞で申します。参院選の話にちょっと戻りたいんですけれども、代表、先生、私聞き間違いだったらあれなんですけれども、先ほど与党と野党の一対一の構造を作ることが大切だとおっしゃっていると思います。でかつ、立憲民主党として汗を かきたいというお話をされていたと思うんですが、この一対一の構造を作るために立憲民主党として汗をかくつもりがあるのかは、具体的にどのような汗をかくつもりがあるのか。2年前の参議院選挙の時に、結果的に1人区は全部1対1の構造に持ち込みました。その時は野党第一党の幹事長として汗をかいた自負をしていますが、何をやったかという時は、あの時もその後も申し上げていません。今回もそうです。安倍さんは閣議を休んで整骨院に通って本日も自宅静養中だそうですが、この夏寺の代表は合宿までに何か静養って考えてもらえるでしょうか。
いや、まとまった政要を今、何も考えているわけではありません。地方に出張したときに、早めに夜の日程終わればホテルでマッサージ呼んだりしてますけど、まあ、今のところそれぐらいですね。フリーの国家です。7月22日に狛江の市長選が投開票を行われました。セクハラで自公が推薦した高橋美奈子さんが辞めた後なので、とても興味を持ってずっと取材してました。立憲さんは、共産党さんの方に立つことなく応援に行ったのは、大河原雅子さんだけど、大河原さんはネット出身だということで行ったんですけども、この中にはですね、はっきり言って立憲の都連に葛飾さんというセクハラで大問題を起こした人がいるから、共産党の人たちはですね、立憲さんとはこれに対しては組めないと言ってましたけど、そういったことについてどうお考えでしょうか。狛江市長選挙の事実関係について今のような報告は私は受けておりません。長友衆議院が出てツイッターで本会議の会場に出た際に、放送会にありながら憲法教という新自公宗教に属された安倍総理を応援してくださっていることに関して、こういう書き込みをして、さっき、その他炎上で削除されたんですけども、弁護士の資格の人の代表からして何か受け止めがあれば教えてありますでしょうか。まあ、私は他の人と違ってそれで問題だとすると、新興宗教に対して失礼な書き込みなんじゃないのかなというふうに思いますけど。はい、はい、共同通信の山本です。先ほど合宿の話ありましたが、合宿研修は8月のに初めて党として開かれると思いますが、改めてその意義と狙いなどを教えてもらえますでしょうか。はい、まあ、国会のメンバーなどはそれなりに、まあ、例えばこの間の本会議の私の演説も現場で聞いていただいたりとかということだし、まあ、地方議員の多くの皆さんも、まあ、我々の目指す理念、政策等について、相互の、情報交換の中で、共有はできているのかなとは思いますけれども、まあ、しかしながら改めてきちっと、まあ、政策理念的に目指す方向、あるいは我々の当面の政治方針、まあ、そうしたことについて、お互いの認識を語り合って共有をすると。いうことが今重要な局面ではないのかと、まあ、そのことを一番に目的としています。では最後にいたしますが、いかがでしょうか。はい、では始めていきます。毎日新聞といえばです、参院選の要領の話で報道のところですね、複数区については独自候補を擁立するという基本線で進めるというのを発言でしたけれども、はい、複数区といってもこれ2人区から6人区からやるわけで、特に2人区なんかですと、国民民主党さんなり共産党さんなり現職をいるという政策も2人区あると思いますが、こういう2人区についても立てるというお考えでしますか。まあ、野党で2人区独占しているならそこに割り込むのは別ですけれども、そうでないのが全てですので、野党で2議席取りに行くためには野党第一党が立てないという選択肢はありえません。はい、すみません。ちょっと、じゃあ、2時間目に、はい、すみません。枝野さんの本は一般的なやり方で出版するんじゃないですか。なんかアマゾン、昨日も幹事長がなんかアマゾンにどうのこうのって言ってたんですけどすみません、私が出版するんじゃないので、それ扶桑社にお尋ねください。私は扶桑社が出版されたいというので、事実上の了解をして、まあ、そして議事録その他ご協力をしたということでございますので、出版の具体的なことは扶桑社にお尋ねください。はい、それでは以上の質問で、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。